米大統領選後の安全保障の展望後、ロシアとアジア太平洋、インド太平洋2020年の米大統領選をめぐる一連の政治事象は、選挙制度や政権移行に関する政治学上の諸問題を弱気するとともに、政権移行に伴う米国の対外政策、安全保障政策の変容という観点から、バイデン時期政権の人事、政策構想に関わる、 情勢分析が SNS 各種メディアにおいて盛んに行われている。とりわけ日本ではアジアに対する米国の関与という文脈において自由で開かれたインド太平洋フォイップビジョンに関わるバイデン時期政権の政策構想に注目が集まっている。中国と共にフォイップに対して批判的な態度を示してきたロシアは近年地域の一プレイヤーとして 経済、軍事安全保障面でアジアへの関与を模索している。2020年11月には東アジア首脳会議、ス・エーペック首脳会議にプーチン大統領が相次いで参加し COVID-19 対応をめぐる地域協力の強化を訴えるなど積極的なアジア外交を展開した。政権移行に伴う米国の政策変容、さらには 米中競争下における東アジアの国際秩序について論じるにあたり、ロシアのアジア認識を検討することには一定の意義があろう。小論では、かかる問題意識に基づき、先行分析やロシア政府の規範的文書に依拠して、プーチン現政権のアジア政策に関する予備的な考察を行う。詳しくは、説明欄の防衛研究所のサイトをご覧ください。 最後までご視聴ありがとうございました。